年より若め2名が凧揚げを楽しんだり、昔ながらの左官業の壁塗り作業をしたり、最後は共同作業の途中で2匹が喧嘩をしてしまい、その作業風景を見ていた天狗が喧嘩の仲裁に入るという、そういう物語が多く演じられてきましたが、今年は新たな演目で七丁目を演じさせていただきます。すでに舞台上には大きなお腹と大きな尻尾が特徴のタヌキが登場しておりますが、タヌキと言いますと茶色い系統のタヌキを皆さん想像するかと思いますが、今回ちょっと違いまして緑色のタヌキです。すでに緑色のタヌキが出たということは、次に勘の鋭い人は何が出てくるか お分かりの方も多いかと思いますが、さてどんな物語になることでしょう。舞台上に目をやりますと、緑のタヌキが懸命に 畑を耕して春先に植えた収穫物を掘り起こしてます。でそこに舞台後方よりタヌキの畑仕事を手伝うために何やら登場してまいりました。そう、赤いキツネです。赤いキツネはタヌキに軽く会釈をしまして、タヌキの畑仕事を手伝うことにしました。赤いキツネは器用に扇子を使ってですね、タヌキが掘り起こしたものをポンと上に上げると、背負ってる竹籠に入れるという、その作業を2人で共同作業を続けてまいります。Thank you.
ームで大物も大きい緑のタヌキと赤いキツネが取れた様子で、まだまだ緑のタヌキと赤いキツネは収穫ができる様子です満足で舞台からお帰りになります。はい、新しい視聴面、緑のたぬきと赤いキツネでございました。ありがとうございました。はい、曲は変わりまして屋台に変わります。はい、舞台には健康が登場です。
お願いします。
Thank you.
が起きてるんですね。順番争いみたいな。どうやら3番目に先頭で踊るのは決まった様子ですね。1番目と2番目の踊り手は後ろでおとなしく踊っております。なんか後ろで妙な踊りやってますね。ちなみにこのバカメンの3人衆は全部アドリブで踊ってますんで。Yeah.